えー、まあというわけで第2句から始まったんですけど「無職転生。まあ,あの本当にすごくいいんですけどもですね原作との違いで言うと原作って理性的で面白くてあざといんですよ。理性的で面白くてあざとい。理性的っていうのは作者がものすごく構造を考えて書いてるからですね。つまり 普通の小説って全部書いてから発表してその小説世界を頭からお尻まで見て面白いかどうかなんですけどもその短い小説を連続で発表しているいわゆるウェブ投稿型のやつっていうのは頼みなく読者からのツッコミがあるわけですね。細かいところで矛盾点があるとそのたびに読者から突っ込まれるとそういうの,の激戦区で勝ち抜いた小説なわけですねあれ確か何年間か連続でトップだったんですね人気トップだったのでですね 順々がないんですよ。で、面白いんですよね。感情をすべて言語化してるんですよ。 つまり主人公のルーですからんでそう思ったのかっていうのを全部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 小説っていう特性を生かしてるあざといて僕が言ったのはですねここまで登場人物たちのですね内面を全部語りきってるものって見たことないんですよねまあ面倒くさいからやらないっていうのもあるんですけども作者が何よりそういう多面的なものの見方が大好きだと思うんですね。これがです、ね、が原作が面白い理由なんですけど